帯広農業高校は出場を決めていた春の選抜甲子園大会が新型コロナウイルスの影響で中止となり、現在甲子園球場で行われている交流試合に出場します。このメンバーで野球ができるのはあと1試合しかないので、北海道全国の代表として最後まで全力で戦いたいと思います。帯広農業高校は明日の第2試合で群馬の健大高崎と、北海道から出場するもう1校の白樺学園はあさっての第3試合で山梨学院と対戦します。